はい、こんにちは。エビゾーカレーでもあるんですか。エビでも入ってるんですかね、エビゾーカレーね。エビカレーじゃなくてエビゾーカレーですよ。エビゾーカレー販売に厳しい声、小銭稼いでる場合なのか。歌舞伎俳優の石川海老蔵が7月21日都内で行われた海老蔵カレーを試食会に登場。自身初のプロデュース商品を盛大にアピール。同カレーは海老蔵が運営するファンプラン e ポケットっていうんですかのプロジェクトの第一弾として開発された商品で、この日は925個用意したものが約20分で完売してしまうほどの人気ぶりだったと。海老蔵は商品を販売するまでの経緯として、妻の真央さんの闘病生活中に野菜スープを作ったことのきっかけだと明かし、その残ったスープで子供たちにカレーを作ったというところから始まったと説明。子供の中に小麦アレルギーの子がいるため、そういったアレルギーを持つ人も食べられるカレー作りに取り組んだのだそう。なるほどね。なんかまあこの話の流れからしてもすでにうさんくさい匂いがねどんどんします。プンプンしてきますよね。海老蔵プロデュースのカレーについて対してネット上では、海老蔵カレーがどんな味するんだろう、買って食べてみたいな、ファン向けのサブスクリプションか、体には良さそうだし一度買ってみるかな、エビは入ってるのかな、ちょっと興味出てきたぞなど関心を示す声が寄せられた。一方でカレーを販売するにあたり亡くなった真帆さんの闘病時の話を出したところから、一部からはカレーなんか売って小銭を稼いでる場合なのか、真面目に歌舞伎の稽古をした方がいいんじゃ、海老蔵の証拠のたくましさには驚かされるな、真帆さんに2人の子供たちまで持ち出したアピールとは呆れて物が言えん、ネットで入会しないとカレーが買えない、入会するにはさらにお金支払わないと購入できないって、どんな仕組みを、欲が出てきたのが見え見え、プライドが勝って生活レベルが下げられないんだろうな、少しでも金を稼ごうと藁をもつかむ状態なのでは、だそうです。なんでだろうこれ、生活レベルが下げられない、だってすごいお金もらってんじゃないですかね。市川海老蔵さんのところってね、結構国から金出る立場ですよね。あれかな、歌舞伎があれか、ちょっと今コロナでできないからか、そういうことかな、それでちょっと見入りが少なくなってるってことですかね。まあなどと厳しい声が上がっている。カレーは7大アレルギーと香料、甘味料、着色料、保存料、化学調味料を使用しておられて、その出来栄えについては、まあ、子供たちがお世辞でも100点だと言ってくれたと明かした。しかしネット民の多くが商売方法の目ざとさにヘキヘキしているのではないだろうかってことですね。まあ確かになんか売り方が姑息だって言えばそうですね。まあそこでね、まあ亡くなった奥さんの名前を出して奥さんに作ってあげたとかっていうものを出すと、だからちょっと霊感商法っぽい感じもするしね。あとなんか子供たちが喜んでくれるとか、なんかそういうのもなんかちょっとやばい感じですかね。なんかうさんくささが、しかもその商法がこの僕わかんないですけど、ネットで入会しないとカレーが買えないってのはどういうことなのかなと思いますね。なんかに一回入会させるっていう、でそこでもお金を入会料を取りながらカレーも買わせるっていう二重方式でしょ。なんかね、なんかネットワークビジネス的なのっていうか、なんかこう詐欺っぽいというか、うさんくさいというか、会員ビジネスみたいなとかね。まあ、とにかくうさんくさい商法だなっていう感じが漂ってくる。美しい商売ではない感じがしますよね。もうなんかこうクローズドにやってること自体がね、もっとオープンにやりゃいいのにななんて思ったりしますけど、どうなんですかね。海老蔵さん大丈夫ですかね。結構厳しいんですかね、コロナで。な感じです。ではでは。